エンジョイパチンコライフ。福島県を舐めてました。寒いです、須賀川を舐めてました。寒いです、今4月なんですけども寒いです。小雨降ってます。はい、今回はですね、USA スロットクラブに来てます。で、 USA 行こうリターンズということで、これ本当に行けんの？なんか聞いたところによると2500枚で行けるでしょ。で、5000枚出すと、1人ずつ増えていって2500枚で1人いけて、5000枚出すと、カメラマンがいけると。いらなくね？いらなくない？なんでそこでカメラマン出てくるの？おかしな話じゃない？2500枚出して僕らがいけて、ほんで、次の人が例えば2500枚出して、他のね、まあ、ピーマートメンバーがいきます。じゃあちょっとアメリカ行ってさ、なんかこうね、いろいろ観光しようよっていう流れだったらわかるよ。なんでカメラマンがその次に出てくるの？おかしいだろそれ。カメラマンは会社の経費で来いよ、会社の経費で。なんだよ、よくわかんないな。だからまあとりあえず2500枚出せばいいとは思うんですけども、ルールが、1500枚が上限ということになってるということなので、まあ2500枚、まあ現実的にはいけるんじゃないかなと思ってます。ただ過去の戦績はどうなんでしょうかね。あんまり良くない、芳しくないということなので、まあ僕が頑張ってみようかなと。もう別にカメラマンのことは考えてないよ、本当に。2500枚で僕一人でアメリカ行きますんで、はい、渡米してちょっとラスベガスでも行こうかなと、はい。で、今は撮ってきました。鬼浜撮ってきました。最新台ということなのでね、ぶっちゃけですね、解析まだ出てません。解析どころか何も出てません。出たばっかの台を打つというね、そしてアップされる頃にはもうすでに中身もこうね、解明されているとか解析されているっていうことになってですね、ニコニコ動画、そして YouTube の皆さんからは、なんでそんなことも知らないのと言われる内容となると思います。あくまで導入されたばっかです、これは ね。ということで2500枚、頑張ります。4号機時代にもう嫌というほど打ちました、これ、ね。酔い腰聞きます。これは知らないです、はい。まあね、なんかこうね、親近感があるんですよ。というのもね、主人公がリュウジなんで、僕のリュウジという名前と同じじゃないですか。そして最弱のなんか弱っちいやつおるでしょ、あれタカシでしょ、俺の本名なんだよ。さあ、これ空号とメットの重複だから鬼メーターだよね。ね、4号機と同じだよねこれね、うん。で、鬼メーターが、マックスになると AT の抽選をしてくれる、うん。 OK、 もうほとんど変わらないね。当然子役での強制解除もあるわけだし、鬼メーターでの解除もあるわけだし、基本は規定ゲーム数の消化で、AT とボーナスということになってるわけだから、ああなるほど。まあ4号機の時をこう彷彿させるような台ということですね、はいはい。もう捕まえた。これやっぱぶっこんでいくんでよろしく。あ、いいね。なんかちょっと今ゾクッとしちゃった。懐かしいな。
お、弱っ、ダメやん。な、何この弱い者いじめは。普通に考えてもこれ勝てないよね。1対5だよ、1対5星ただなんか前こういうのでも勝ったような気がするけどね。これ熱いんじゃない？咲いて散るのが花ならば咲かせてみせよう。スイカ道、あ、チャンスだな。こいつ、こいつ九州人だったの？知らなかった。いいね。ああ、強い。これ単射勝負で、単射勝負、単射いけ、単射。おいった、とりあえず勝ってるよ。だってそもそも隼人って単車勝負しかしてないよね、前ね。おい、いった。ってことはスイカだよね、きっとね。もうスイカの後にすぐ連続演出入ってるから、うん、ね。ここ、ここじゃん、ここじゃん。どれがいい？ヤクモの国旗7揃い、絵的には7揃いがいい。じゃあ絵的にとりあえず7揃い、7揃いにしましょうね。狂乱レイブゲットだぜとね。本当に初打ちだから全然わからんわ。うん、懐かしいね。うん、お、チャンメだ。
顔が違うんですけど。パーさあ、初打ちっていいよね。本当知らなくて弾けるからさ。で後で確率見たらさ、うわマジこんなんなのみたいなね。そういうの結構あるからさ。まあとりあえずね、1回は乗せたってことでしょ。49ラストと。よし、トーランレイブ。これでラストと。今チェリなんかね、狂乱レイブの時だったら なんか怒ってるはずなんだよね。今今ほら負けた。ああまだいいのか。あ？あ？あれ既存？ねえ、あれなんか引いてりゃよかったのにね。なんでバトル中に起こるかな。これ俺、これ俺ね。もう一回欲しい。もう一回これで対決いっちゃうかな。おいっと、これ期待できるんじゃない。え、これたかしだろう。うわうわおおおお、
いいね。なるほどね。信夫って結局こういうパターンじゃないとやっぱ勝てないのかね。勝っちゃったって自分でびっくりすんだよ。ああ、欲を言えばあともう一回。おいった。赤だよ、赤、赤。よし。まだね、いいと思います。よし。さて、さっき悪魔の落下で一回も引いてないから悪魔の落下でしょ、もう一回。ダメだこれ使えねえや。あ、いった。あ、使えるようになった。何も引いてないんだけどね。よっしゃ。おう、30。ああ、終わりだ。誰でしょうか。お疲れ様でした。ダメだよノブ。早っ。ノブいらない、ノブいらないよもう。続かないね。何も引いてないから。あ、いや、なんか引いたな、もう覚えてないや。もういいや。きついなこれ。
ボボーナスいってくれ。おいっと、ああよかった。さて、もう一回役物行こう。しつこい、しつこいようだけど絵が撮れるまでやりますって言われました。行くよ行くよ。あ、もう一回。あ、よかった。あぶねー。ほんとね、これダメだったら多分また追加投資みたいな感じだったんだよね。いやー、やったー。3回目、5個目、25%。これはゲーム数だね。あ、カットビ超だ。おお。文字通り鉄砲玉だなこいつは。